はい、どうもショータイムゴルフです。はい、今回はウィルソンスタッフモデルのドライブグアイアン18度を打ってみたいと思います。でシャフトは KBS ハイブリッド80の S です。こちらなんとですね、松山英樹が英樹プロがなんか試合で使ったとか使ってないとかのクラブです。松山英樹が認めたドライビングアイアンなので楽しみですね。しかもこれなんと1万5000円で買えるんですよ。めっちゃ安くないですか。めっちゃコスパいいんですよ。なのでみんなもちょっとよかったら買った方がいいですね。見た目はでも構えやすいです。普通にここにね、下にウェイトがあるんですよ。下に、はい、フェースはこんな感じ。まあシンプル18度、はい、こんな感じです。めっちゃ上がるな、これめっちゃ優しいかも。これ練習ボールでこんだけ飛べばすごいな。ノーマライズしたら260ヤード、これいいぞ。じゃあ左に突っ込んでね。いや、これいいな。優しい。上がる。キャリーでいけんな。シティから。いや、いいな。めっちゃ上がるわ。いや、いいぞ、これ。これめっちゃいいぞ。これ簡単だわ。地面からこんな飛ぼう。しかも上がる。あ、これすごい。あ、ミスった。ちょっとペラったけど、ペラってもそこそこ飛んでくるな。引っ掛けちゃった。止まっちゃった。でも飛ぶね。練習ボールですからね。これめっちゃいいわ。安定してんな、飛距離。はい、ということでウィルソンスタッフモデルのドライビングアイアンを売ってみましたけど、値段の割にめちゃくちゃいいです。これ狭いホールのティーショットとかにも使えますし、パー5の2打目とか球があるんで優しいし、めちゃくちゃ使えると思いますね。ちょっとこれが1万5000円以下で買えるっていうと、これはお得だなと思います。ちょっと皆さんもぜひ試してみてください。これ本当に良かった。はい、ありがとうございました。